やっぱりの汁、全部飲んでしまった。これ汁が出汁がな、うまい。いい出汁出てるな、これ。やっぱりな、これ。うまいだ、これ。たくむれな、ちょっと甘く見ておった。骨くそばってあったからの、ただのそばにな、骨くが乗っとるだけと思っとったんじゃ。ならな、汁を一口飲んだ途端な、違いが分かった。出汁がうまいのにびっくりしてな。ほんで、この骨くな、なんやらな、ここの料理長かな、手作りで作っとるんじゃ。だからな、わしもな、今までな、有田にはな、骨くとか名物であるんじゃけどな、それとはまた違うな、違うふんわりとしてな、また美味しいような感じした。やっぱり手作り感というのが出たらまた違うもんじゃの。あんまりにも美味しすぎてな、わしはな、骨くそば腹いっぱい食べてからな、骨くだけな、また単品で頼んでしまった。これはな、いいな。早くこれはな、テイクアウトできるようにしたらどうかと言ったらな、今考えておりますと、ちょっと人手が足りんでな、まだそれは実行にはできとらんけどな、近いうちにやりますと。これはな、ぜひな、帰りしらな、おやつとしてな、買って帰ってもらいたいの。本当に美味しかった。ちょっとびっくりしたの。お世辞は言わん。最高じゃ。本当にうまかった。絶品じゃ。ちょっと帰ってくるの早いのと思ってな、まだ1時半なのにな、今日はな、久しぶりに漁に出たんじゃ、約1週間ぶりに行ってな、どうかの、今日あるんかの、たちような、楽しみでな、たくむね見に来たんじゃ。この方はな、一人で漁に出とるんじゃ。でな、1時半でな、帰ってきとったからな、どうなと聞いたらな、魚がな、何にもないんじゃと、少ないんじゃと、もうな、だからな、帰ってきたっつってな、あちゃーって感じでの、聞いたらな、タチウオこれだけじゃと、あちゃちゃ、本当にどうしちまったんじゃろのタチウオ。そうでな、1時半ちょっと早いけどな、これはな、今からすぐにな、山直浜の歌詞に持っていこうと思ってな、だからな、今からだからな、もう1時半でな、2時にはもう魚が並ぶんじゃ、浜の歌詞にな。だからな、漁に出た日はな、その日の夕方2時3時ぐらいに行ったらな、ものすごい新鮮な魚が食べれるんじゃ。いいの、暑いぞ、サウナ入っとるみたいじゃ、一瞬で汗が吹き出すの。さあ、もうね、ここにおったら痩せるの、暑い。機械場の中はな、むちゃむちゃ暑いんじゃ。たくもね、よく知ってるんじゃ、子供の頃な、よく入ってな、エンジン切ったりな、オイル交換したりな、もう汗びしょびしょ、すごいぞ、竹のように汗が出るんじゃ。何にもないってよって、さっきな、無線から聞こえてきた音分かったか。たくもねな、子供の頃な、あの無線機の声がな、聞き取りにくくってな、慣れるまで結構時間かかった。でもな、なんとか聞こえるようになったらな、言葉が分かるようになったんじゃ。なかなか難しいんじゃ、だから聞き取るのは。今な、みんな暑いからな、エアコンがついとるんじゃ。わし行っとった時はエアコンなんかなかったからな。今1時45分今からな、ハマる歌せ、ほら目の前じゃ、あそこがハマる歌せ、この距離。今な、帰ってきてすぐ魚な、洗ってな、今から持っていくんじゃ。ほんでな、今日は並ぶかもしれん、今から並べるんじゃ。いいの、取れたてじゃ、この太刀魚買ったらお得じゃ、新鮮じゃ、間違いない、徳森が保証する。この距離じゃ、今無線機の声聞こえたか、わかるか、言おうか。主の魚がほうぼう3匹丸味2匹どうよこらって言ったんじゃ。もう一度聞いてごらんなさい。この距離じゃ、親父の同級生の船長さんだ。はい、え、ああ、 OK。に見とったらな、またタイもらったからな、親父の同級生のおっちゃんだからな、親父に持って行ってあげよっと。喜ぶぞ親父。エビチョク最高じゃ。荒いタチウオがな、一日漁に出てな、あれだけじゃ本当にな、10匹もなかったんじゃないかの。10匹ぐらいじゃ、ほんまにな、タチウオどっか行っちまった。この船もな、トロ箱にいっぱいもなかったの。ちょぼっとじゃ、人並べじゃ。この間な、
タクムリの YouTube に出てな、ガシラとオコデが分からなかったな、仲買いの奥さんじゃ、カカカカ。一週間ぶりにな、漁に出たのにな、魚がなかったんじゃ、立ち寄るな、哀れじゃ、糸並べじゃ、情けないの、頭が痛いの、一週間ぶりに行ったのにの、梅雨空を見ながらな、あれじゃ、魚心と梅雨の空。普通は女心と秋の空とか言うらしいんだけどな、魚心と梅雨の空、一週間なあほっといてたあげたのにの、魚をなかったんじゃ、どこ行ってしまったんじゃろの、魚、魚ちゃん、魚ちゃん、気ままなやっちゃの、いつもどっか行きよって、じっとしといてくれりゃいいのにの、みんな魚って気ままじゃの、どっか行きやがって、お前みんなタクムネみたいな魚じゃの、いつどこに現れるか分かんねえからの、どこでも行くんじゃ、ほっといたらの、どこでも逃げる。でもタクムネの逃げ場所は大体決まっとるんだけどな、駅周辺、電車しか乗れんからな、タクムネは。そういやな、面白いこと思い出した、タクムネのことな、あまり知らん人かな、昼間から議会の傍聴に行ったりの、昼間から浜の歌詞に入り浸っとるぐらいだからの、反社会勢力かの、ニート、そうじゃないかとか言われちゃったよ、おかしいの、わしはニートか、昼間からウロウロしたニートっちゅうんじゃの、今時反社で昼間からウロウロしてるやつなんかおるんかの、反社で飯食えんのにの、昼間からな、浜の打たせに入り引いてやったりな、ウロウロすることをニートって言うんだったら、他にの呼び方ないかの、もっといい名前の、風天のたくさんでどうじゃ。今日はな、山直に行ってな、知り合いの料理人さんに会ってきたんじゃ。今な、浜の歌添えで手伝ってくれとるんじゃ。でその方にな、わしは昔から知っとるんじゃ、法事の時とかな、食べに行ったりとかな、いつもその方に料理、忘年会したりな、いつもその方に料理してもらってたんじゃ、居酒屋とかしてってな。でその方料理上手だからな、ちょっとな、わしのアイディアを聞いてもらいに行ったんじゃ、っていうのかな、 B 級グルメでもいいしな、そういうこの町を代表するようなな、今まあタッチョ骨丼とかもあるけどな、巻き寿司とかな、わしやっぱり巻き寿司がいいかなと思ってるんじゃ、魚を使ったな、とにかく魚を使ったいろんな料理をこの村の産品に、特産品になるようなもんをな、みんなで考えてもらいたいんだと。わしはな、料理人でもないからの、でもその料理人の人の意見を聞いてな、ああでもないこうでもないっていろんなことな、みんなで意見を出し合いながらな、有田に来たら浜に来たらな、みんなこういう郷土料理があるんだということをな、みんな家庭で食べてたようなな、美味しい食べ方っていうのがいっぱいあるんじゃ。あれはな、プロの目から見てな、作りやすくて加工もしやすくてな、漁師さんでも作れると。ほんで今ある魚をな、利用してできる料理を開発してくれんかと。それがな、やっぱりな、食べ物、わしはな、食べ物っていうのがな、魅力あるとは思っとるんじゃ。だってな、食パンの話聞いたことある。食パンはな、100キロでも人を運べると、わしはそれを聞いたことあるんじゃ。そば、ご飯とかもな、米とかもそうらしいぞ。美味しい米を炊いたらな、100キロでも人は移動しに来ると。要するにな、100キロ離れとってもな、美味しい食パンとかな、美味しいそばならな、引きつける力があるっていうんじゃ。やっぱり食べ物っていうのはすごいのと思ってな。だからな、有田美濃島漁協でな、郷土料理、美味しい食べ方、美味しい B 級グルメとかをな、みんなで開発してな、何年かかってもいいじゃないかと。みんなで開発してな、もっともっと盛り上げてな、自分らが納得してな、うまいと思うようなもんじゃ。それをどんどんと意見を出し合いながらやっていったらな、それをわざわざ食べに来る人っていうのかな、絶対100キロでも移動すると。じゃあ有田から100キロだったら、大阪の方からでもどんどん人が来るっていうことなんじゃ。それだけな、魚とか食べ物っていうのは魅力あるもんだとは思っておる。あとは PR の仕方でな、わしはな、福島県にな、20年ぐらい前に行ったことあるんじゃ。もう25年ぐらい前だったかの、障害者スポーツ大会っていうのでな、わしはちょっと砲丸投げとかしとったからな、それの競技で20歳ぐらいの時に行ったんじゃ。そしてな、福島県の観光というか、いろんなところを連れてもらってな、あの国体の選手としてな、その時な、喜多方ラーメンっていうのを初めて食べたんじゃ。そういうな、村があるんじゃ。でその村でな、狭い村なんだけどな、ラーメン屋が100軒かそれ以上あったんじゃ。喜多方ラーメンつってな、すっげえなーと思ってな、まあまあ、ラーメンであそこまでできるんかなと思うくらいな、全部ラーメン屋じゃ、すっげえと言って、まあそこら水も美味しいしな、ラーメン縮り麺でな、本当にうまかったわっしょ、記憶に残ってるんじゃ。それだけな、食べ物がな、一箇所に固まったらな、人観光になるしな、観光スポットになると、人を引きつけれる村になると思うんじゃ。皆さんとな、前向きな意見、こんな料理美味しいんじゃないかと、
例えばな、どっかの漁師町行ったらこういうのがあった、ああいうのはいいんじゃないかとかな、いろんな意見、ええ意見を聞きたいんじゃ。単なるな、議論のない批判ならな、聞く意味はないんじゃ。もっとああじゃないか、こうじゃないかとな、いろんなことを議論し合いながらな、考えていきたいなって。でな、私はな、東洋医学やっとったからな、好きな言葉があるんじゃ。陰極めれば陽となり、陽極めれば陰となると。それは病気の時でもそうなんじゃ。いや、陰極めれば陽となるということな。陰まで行き切ったら次は陽にしか変化せんのじゃ。陽まで行き切ったら次は陰にしかいかんということなんじゃ。ピンチの時にこそチャンスができるんじゃ。だからな、今な、この漁業は本当にピンチなんじゃ。わしはそう思っておる。それをな、明るい方に向けるのはな、アイデア、アイデアしかないんじゃ。暴れん坊、暴れん坊、暴れん坊、たくもね。暴れん坊、暴れん坊、たくもね、たくもね。一人の戦う暴れん坊たくもね。どうじゃ、倒るくらいしか。バイ。